お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速この YouTube で質問が来たんですけど、はい、辻さんが思う今後成功するであろう若者の条件とは、うん、っていう質問が来てました。うん、一つしかない。え、一つですか。うん。何だと思う。今後成功する。髪の毛を緑にすることとかちゃうか。いやでも元気とか。そういうんですか。やる気とかな。やる気とか。まあもちろんそれも大事やな。はい、でもやっぱり一番は素直であることよ。もうこれ間違いないわ、はい、うん、素直であること素直さですか。若いのに素直じゃなかったら可愛くない、可愛くないし、可愛くない、いやもう可愛くないし、うん、可愛くないイコールもう人は集まってこないわ、うんうん、変なプライドや、はい、うん、そんなプライドいらん、うんうん、俺らでもやっぱりその大先輩に言われたり言葉とかもうやっぱ素直やもん。ちょっと違うなと思ってもそうですよね、一回やってみますってこう、うん、一回変えてみます、自分変えてみますって、それこそ言ったら一回話したやろ俺、はい、だから東京出た時にすごいか、はい、あの社長の会食で聞いた、はい、お前それはあかんわって、うんうん、自分に自信ない、ブランドものを外しなさい、明日売ってきなさい、ギラギラしたもの全部外しなさい、ヒゲ剃りなさい、髪の毛暗くしなさい、次の日全部やったよ、うん、素直やん、うん、でもその変化で、あ、人って変われるんや、辻さんって変われるんやって思っていっぱい俺に興味持ってくれた人いっぱいおるやん。めっちゃ言われるで、昔から辻さん見てたんですって、でもそこからどんどん変わっていく辻さんを見て何があったやと思って会いに来ましたって言ってくれるで、うん、正直昔のあのギラギラした辻さんなら 僕ら私たち魅力なかったですって今言われるもん、はい、うん、でも変わってよかったよ、うん、変わってたってすごい言い方悪くすると言いそうから愛されるようになった、はい、うん、あの頃って意味の分からへん、ギラギラとりあえずしてたら本質も分からない、ギラギラしてたらすげえみたいな、フェラーリ乗ってたらすげえみたいな人たちからしか愛されなかったから、うん、要は本物には愛されなかった、うん、でもやっぱ最近のは本物が応援してくださるようになればなった、はい、うん、クラウドファンディングでもそうやん、この前寺小屋で、はい、ね、今月オープンさせていただくけど、あれが何よりも答えじゃない、うん、なんか、うん、人生の通信簿やろあれ。おー、え、違う、確かに。だって応援してほしい時に実際に身銭を切って応援してもらえるかしてもらわれへんかやんか、はい、あれでも人生の生き方わかるやん、おるやんよ、いや僕応援してます、何かと言ってください、僕絶対あの、はい、何でもするんでとかいう後輩とか人、はい、うんうん、結局クラウドファンディングしてじゃあ何も出してくれるんって話や何も応援してくれるみたいな、はい、お前そこまで言ってそれみたいな人もおるやん、はい、うんうん、俺はでも全員からやっぱり自分の思う満足なそれ以上のものを応援してもらったから今回、うん、だからクラウドファンディングはね、経営者はね一回はやった方がいい、自分の生き方をもう一回振り返りなさいと、うん、でこれがお金が例えば応援してもらえなかったらもう自分の生き方が悪かったと思いって、うん、だから俺も、まあ、2800万っていうね、まあ、新記録やんか、はい、うん、新記録、あのビジネスのあれでは新記録って言われたから、そのじゃあ新記録をこのね、あ、辻さんやっぱすげえ応援されてるだけじゃなくてね、やっぱその裏側のね、じゃあなんでみんなあんな水に来て辻さんのこと応援するんだっていうことをなんか見てほしいと思った、うん、何でもええねん、はい、結果やから、うん、結果が全てやんか、うんうん、って俺思うよ、うんうん、何の質問やった、うん、だから今後成功すると思う、ああだから素直であることやんか、はい、うん、だから俺も全部ってさ、はい、やったやん、そうやって、うんうん、素直やん、素直やったから今の、まあ今の自分に満足してるわけじゃないけど今はある、あ、結果が出た、そう、素直やったからこんなにも素敵な人たちに愛された、うんうん、っていうのはあると思うから、あそこで素直じゃなかったらそれはなかったと思うから、でその人らも可愛がってくれなかったと思うから、うん、じゃあそこからの人脈もなかったやろうし、はい、そこからの経験とかもできなかったやろうしって考えるとやっぱ素直であること、うんうん、だって間違ったこと言えへんねんって、ほんまに可愛い人って、俺もそうやって、俺従業員とか、はい、ほんまにまあ企業サロンメンバー、オンラインサロンメンバーに間違ったこと言えへんもん、ほんまに、うん、絶対そうやん、だっていつまでも付き合いしたいわけやん、俺は人のことが大好きやし、それはもうみんな分かってくれてるわけやんな、はい、やのに素直じゃなくて意味ないやん、何のために来てんの、一回素直になってやってみようって確かに3万円払って来て話聞いて、うん、こうしたらええやんって言われて、うん、で、いや、ちょっとそれは違いますって言ったら、うん、それは違うやんって、従業員もそうやんって、俺の元で働いてて、はい、いろんなある会社の腐るほどある会社の中から俺の会社を選んでくれた、はい、じゃあ俺の会社を選んでくれてそのトップである俺がこう言ったことに対して、はい、いや僕は違うと思う、いや、ちょっととりあえず一回素直になれと、うん、はい、うん、別に俺はお前らにとってその不利になることを絶対に言わないと、うん、何でかというと家族だからと思う、はい、みんな家族だから、うん、家族が嫌でもやったら嫌でしょと、うん、僕も嫌やと、うん、だから間違ったこと言わないと、うん、もちろん俺が選択を間違ってしまうこともあるかもしれない、でも俺は必ず正当化すると、だからもう少し信じろと、
って思う。うん、分かるやろ、はい、分かる、うん、だからお前もええやん、髪の毛お前緑にしろって言って、辻さん緑ですかってこう言わんとさ、あの時は素直にさ、はい、緑にやってきますって言ったやん、はい、でもちょっとやってよかったと思ってるやろ、ありがとうございますな、はい、それ目立ってさ、それで覚えてもらえたりさ、はい、なんかクリエイターっぽいやん、動画クリエイターっぽいやん、はい、な、俺もな、岩城ちゃんが動画クリエイターじゃなかったら、うん、緑にせえなんか言えへんからさすがにそうっすよね、うん、絶対僕が銀行員とかだったら、そう、それはさすがに言えへんそれはさすがに言えへんから、はい、うん、な、はい、うん、だからそれは間違いですよね、やっぱ松岡もやってよかった、みんなも緑にしようかなと思って、辻さんのストーリーでね、そう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 、もうみんな緑にしようかなと思って、はい、俺も緑にしようかなと思ってブロッコリーを、うん、でもほんまにだから素直であることや、そうですね、うん、松下幸之助さんも言っとったやろ、はい、な、道を開く唯一の方法は素直であることだと、素直じゃないと道は開けない、逆に素直だと必ず道は開けるって言ってたよ、いやほんまにその通りやって、うん、もちろんその中に自分のブレないものっていうのは持っとかなあかんねんだよ、持っとかなあかんのはあれけど、やっぱ素直さって大切やな、うん、うん、その例えばじゃあじゃあ1000万の投資をマンション買って、このマンション買ってみ、素直、お前素直じゃないな、これはまた違うね、はい、うん、これは自分の財布の中身とか、まあ、自分の考えもあると思う、そこを素直になれって言って、これ勘違いせんといてな、はい、そうじゃないで、でもやれることを やった方がいいよって言われた時に素直に言うことを聞けた方がいいと思う、うんうんうん、俺は。例えばじゃあ俺やったら今最近みんなに美容室の子であってももうこの時代になってくるからインスタグラムとか YouTube に力入れなさいと、もうその媒体広告費でお客さんが来てくれる時代じゃなくて自分でお客さんを呼べる時代にしようと、そういう時代にもなってきてると、では自分の力をつけないと絶対に何かまたコロナがあった時に落ちると、だから今のうちから力つけとこうって言って、はい分かりましたやりますっていうやつと、やらないやつが俺な、はい、うん、それも素直か素直じゃないか分からない、ってそんなもう出会って損ないわけやもん、はい、無料やし、そうやろ、うん、そうですね、うん、はい、時間ぐらいあるやんそんな、はい、時間がないっていうのは岩城はみんな24時間やから、うんうん、そうやろ、はい、俺も24時間や、岩城ちゃんも24時間や、はい、うん、それ岩城やん、神様が唯一平等に与えてくれたもの、それは時間やんか、はい、そうやろ、はい、うん、だからそれはやっぱ素直に聞かないと、うん、うん、あかんと思う、だからほんま何回も言うけど、その企業サロンメンバーの高校生の愛希とか、はい、素直やん、素直っすね、真っ白やん、うん、ほんまに素直やん、はい、うん、これ愛希やってみて、はいやります、これどう、いやまずやってみます、まずやってから決めますって、こう素直やん、なんでも前向きやん、うん、愛希なんでインスタお前更新してないんやって、更新しや、はい更新しますって、毎日更新してないの、うん、愛希ストーリーも1日5個ぐらい上げた方がいい、はいストーリー5個上げますって、ちゃんと上げるやん、うん、でもこれって絶対無駄なこと言ってないよな、はい、俺がやってよかったって思うことを言ってんねんから、うん、それは素直にな、しかもお金かかってないよな、はい、うん、ちょっとの時間だけよな、ね、じゃあ誰でもできるよな、うん、岩城ちゃんにも言ったよ、はい、投稿していきなさい、じゃあちょっと投稿してたよ、はい、うん、やっぱそれやってて意味あるねんから、うん、やっぱ素直であること、うん、そもそもだってさ若い子なんてまだまだケツ青い子も多いわけやんか、はい、でまだまだそのビジネスやったこともないとか、これからこうや挑戦していくっていう子たちが多いのに、そこでその経営者の言ってることの言うことを素直に受け入れられへんかったら、うん、もう多分今後伸びないから、うん、うん、って思う俺は、はい、うん、はい、そんな感じでしょうか、はい、これを見た、まあ、若い人は、はい、特に20代前半とかね、はい、うん、10代の人はね、もっとやっぱ素直になることが俺だったりするの、若さってやっぱそこがいいとこやと思うから、うん、やっぱ素直に、うん、もちろんね、素直になりすぎると騙されることもあると思うわ、でもそれも経験やもん、ぶっちゃけ、うん、そこでもうずっと転んでるよ、じゃあどっちにしろうまくいかないから、はい、気づけたと思って、うん、あ、そっちの方がいいと思う、うん、うん、それに気づけたと思う方がいいと思う、騙されても、うん、まあ俺は騙さないから、はい、うん、大丈夫やけど、はい、まあ、いろんな悪い大人たちがいるからね、はい、うん、だからまあそこをしっかりと、まあ、素直であるっていうのはね、うん、本当に何回も言うけど松下幸之助さんも言ってるんで、はい、はい、やっぱ素直であるっていうことは道は開けるのかなと僕も思います。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。